こんにちは、つっつです。ゴルフ歴は10年3ヶ月。平均アベレージは90。現在は80キリを目指しています。今回は栃木県西那須のカントリークラブアウトコースの1番ホール。ミドルホール攻略、コースマネジメントを紹介します。こんにちは、アシスタントのパートです。当ゴルフ場はジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by 佐藤食品が2023年6月22日から6月25日まで開催しますね。当ゴルフ場は雄大な自然に包まれた優雅でエキサイティングな18ホール、すべてのプレイヤーに感動と興奮、達成の喜びを与えます。フェアウェイも全面ベント芝を採用です。西那須のカントリークラブアウトコース1番ホールはフロントティーからピンまで345ヤードのミドルホール。攻略のポイントとコースマネジメントを紹介します。1番ホールのドローンをご覧ください。ティーショット、スタートは攻略しやすい左ドッグレッグのミドルホール。グリーンは右側が高いマウンド、左手前はグラスバンカーに囲まれているので第2打は高いドローボールで攻めるのが理想。セカンドショットでグリーンを外した時、アプローチショットはゴルフ初心者には最も簡単なランニングアプローチがおすすめです。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの1番ホールはパー4。フロントティーからピンまで345ヤード、ハンディキャップは15、攻略しやすい左ドッグ、グリーンは右側が高いマウンド、難易度は18ホール中14位、平均スコアは 5.25、平均パット数は 2.0、100キリの人は3オン2パットが無難ですね。コースマネージメントの基本を知ってスコアアップしたい。コースマネージメントの基本は大きなミスを減らすこと。プレイヤーがするべきことは、コースに潜むリスクを知ること。仮に自分がバンカーが苦手という自覚があれば、徹底的にバンカーを避けること。コースレイアウトとティー位置を確認。コースレイアウトでハザード、バンカー、池、木の位置を確認し、そこにボールを入れないために、自打を打ちやすくするために、どこに打っていくと良いのかを考える。ゴルフ初心者が特に覚えておきたいコースマネージメント。深いラフからは無理に狙わない。ラフにボールが入ってしまったときはあえてグリーンを狙わず、アプローチの打ちやすい場所にボールを運ぶというコースマネジメントが必要。バンカーは出すだけを目標に。バンカーに入ってしまったらボギーで上がることを目標に、出すだけを考えてショットしていきましょう。OB、池やクリークは徹底的に避ける。ペナルティエリアに代表されるのが池やクリークですが、OB エリアやこれらペナルティエリアにボールを打ち込んでしまうことは非常にもったいないと考え、できるだけ避けることが望ましいです。場面ごとのコースマネジメント。ティーショット。最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。アウトコース1番ホールパー4、フロントティーからピンまで345ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、スタートは攻略しやすい左ドッグレッグのミドルホール。グリーンは右側が高いマウンド、左手前はグラスバンカーに囲まれているので。場面ごとのコースマネジメント。セカンドショットパー5のセカンドショットはフェアウェイキープ。パー4のセカンドショットはグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。ただしそれはボールとピンの間にハザードがない場合。アウトコース1番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは第2打は高いドローボールで攻めるのが理想。場面ごとのコースマネジメント。アプローチショット、セカンドショットでグリーンを外したとき、アプローチショットはゴルフ初心者には最も簡単なランニングアプローチがおすすめ。深
ただしそれはボールとピンの間にハザードがない場合。セカンドショットでグリーンを外したとき、アプローチショットはゴルフ初心者には最も簡単なランニングアプローチがおすすめです。場面ごとのコースマネジメント、パッティング、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていく。1パットで入れたい欲を抑え、常に2パットを狙うこともコースマネジメントです。アウトコース7番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーしてくださいね。場面ごとのコースマネジメントをお伝えしましたが、最後に自分の目標スコアを達成するためにはどうすればよいのか、そのための考え方を見ていきましょう。100キリ、ゴルフを始めてスコアを意識してきたときに最初に考えることが100キリです。調査ではゴルフをしていて100キリできていないゴルファーは全体の7割にも及ぶと言われています。しかしゴルフで100を切ることはそんなに難しいことではありません。実はパーが取れなくても100が切れてしまうのです。まずは基本のスコアをダブルボギーに設定します。すべてのホールでダブルボギーであればスコアは108点、この中で半分ボギーを取れれば99点となり100切りは達成です。ダブルボギーを目指してプレーをしている中でボギーが取れれば気分も上がりますし、パーが取れればもっと嬉しいですよね。このように自分の中で規定打数を変えることで気持ちよくプレーができ、100切りを達成することが気楽に考えられます。ハーフで4つまでダブルボギーが OK です。100を切るために必要な考え方、ゴルフでは人よりも遠くへ飛ぶドライバーやピンそばにつけるアイアンショットよりも重要なことがあります。それは考え方です。人によってはスコアメイクやコースマネジメントという言い方をするかもしれません。100を切る人にとってもこの考え方が非常に大事です。100切りをするために必要な考え方を解説していきます。100を切れない人の傾向として、すべてのホールをパーで上がろうとします。すべてパーを狙いに行くとグリーン周りのバンカーにはまったり、長いクラブを持ってミスショットが増えたりと、上がってみたら大叩きなんてことが少なくないですよね。まず冷静になってゴルフの数字とにらめっこしましょう。実は18ホールすべてボギーで90です。18ホールすべてダブルボギーで108です。このようにボギーやダブルボギーを打ってもいいと考えると少し楽になりませんか？まずは楽になることがポイントです。ボギーやダブルボギーでもいいんだという気楽なメンタルを持ちましょう。ハーフで4回までダブルボギーを打ってもいい？すべてボギーだと90なので100切りが達成できます。そこでボギーを基準に以下のような考え方を身につけましょう。パーならマイナス1、ボギーなら0、ダブルボギーならプラス1、トリプルボギーならプラス2といった具合にカウントし、ハーフ9ホールでプラス4以下になるようラウンドします。ハーフでボギー0を4つ、ダブルボギープラス1を5つを打つとちょうどプラス5、実際のスコアは50になります。4つ以内に抑えれば49で回ることができるので18ホールで合計98となります。そしてボギーでプラスマイナス0ということは無理に2オンパーオンを狙う必要がなくなります。3オンボギーオン2パットで OK と考えれば、グリーン周りの池やバンカーを気にすることなく花道へ刻むという選択肢も出てきますね。目標スコアを達成するには100切りの人は基本のスコアをダブルボギーに設定、90切りの人は規定打数をボギーに設定すれば達成できます。7打は縮む、ゴルフ初心者がマネジメントで100切り、ゴルフ初心者の方は基本のスコアをダブルボギーに設定し100切りを達成しましょう。朝霧ジャンボリーゴルフクラブのゴルフ場予約はこちらをクリックしてください。次回はアウトコースの2番ホールについての動画を投稿しますね。
見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちくださいね。